東京株式市場の株価は昨日から一転大幅に値下がりし、日経平均株価の終値は昨日に比べ730円25銭安い3万9180円30銭でした。前日のアメリカ市場で半導体関連株が売られた流れが波及したほか、外国為替市場で円相場が一時円高ドル安方向に触れたこともマイナス材料となりました。一方、東証プライム市場に上場予定の東京メトロが一株当たりの売り出し価格を1200円にすると発表しました。時価総額はおよそ7000億円規模となる見込みです。